はいどうもウズです、えー、私は iPhone15Pro10、えー、月入手組なので10月20日を過ぎた時点で約2週間ほど利用した形になります、まあ、iPhone15Pro っていうとね特にボディが熱くなるとかバッテリーが持たないとか画面のね焼き付きができるとかネガティブな印象が強い機種となってしまいました。 まあその中で私が2週間ほど iPhone15 Pro を結構使ってるんですよね撮影でも使ってますからその上で実際がどうなのかという、まあくまで私の話なんですが今回は短い動画で、ね、まとめてお伝えしたいと思いますまずボディが熱くなるこれに関してはバージョンは最新版にしたんですけれども熱くなりますおそらくリリースされた時よりはマシになってると思うんですがバッテリーを充電している時これはね 暑いよね。が暑いいです。だいつも私は夜にね充電してまあこう時計モードですかねにして横にして充電させたまま寝てで朝起きて iPhone やっぱりすぐ手に取るんですよ暑ってなりますからまあ暑いですでゲーム関連も相変わらずレスレリをちょこちょこやってるんですけど、まあ、しばらくプレイしてると本体があったかいなぐらいには温まります で画面の焼き付きに関しては私は今のところ感じるところはありませんのでここは問題ないかなとは思ってるんですただ人によっては残像が残るとかねそういう話が出て iPhone15 Pro 焼き付きがっていう話が出たりそうなのでまあこれは個体差があるのかなってことですねえそして割れやすいっていう意見に関してはこれは iPhone ずっと割れやすいですし私も iPhone6 Plus の時かなあのボディがひん曲がった状態で使っていたりとか で最近だと iPhone11Pro が背面がねバッキバキに割れた状態で2年間ほど使ってましたのでまあそこはいつもでしょただえ今回私 iPhone15Pro は2週間のうちに5回アスファルトに落下させましたが今のところ傷一つないです、まあ、これはケースが優れているのとあとは落ちどころが良かったっていう運によるものもあると思います あとはチタンボディが汚れやすいとか色が変わるっていう話もあったんですが私手元に届いてからはほぼケースに入れた状態で使っているのでそこの部分を感じるところがないですまあ必要な時にねケース入れてるままだとちょっと分厚くなってしまってあのジンバルとかで扱いにくかったりするから外して使うことはあるんですが、まあ、そのぐらいの使い方だったらボディがね色がどうこうっていうのはまずないと思いますはいそして結局一番ひどいのはバッテリーです 先日佐渡島から出かけてえ横浜でね用事があったからいろいろこなしてたんですけどそしたらね朝8時に出かけてもうお昼過ぎたらバッテリーが40%ぐらいになってて <laughs> 減りすぎでしょ、まあ、確かに動画を10分程度かなそこの時点では撮影しましたが、まあ、それでもだいぶ減るなと思ってえそして翌日っていうのが今日なんですけれども今日の朝 そういろんなサイトを見て一応バッテリーの消費を抑えるような工夫バックグラウンドをね止めるとかあとは通信関係でねちょっと制限かけるとかやってみたんですけどまあやっぱりですね1日持たなかったんですよ <laughs> なのでバッテリーに関してはクソアップルって思いますね正直な気持ちねでそれ以外は今のところそんな特筆すべきツッコミどころとかもないのでいつもの iPhone だなって感じで使えております で気に入ってるポイントは変わらずカメラ機能ですねすごい使いやすいですしいろんなこういい写真撮れるし動画も撮れるしで USB の Type-C はいろんなデバイスと連携したりするのにやっぱり便利ですしまあ新しいマルチボタンですねここはあんま <laughs> 使うことないかなカメラ機能割り当ててるんですけど、まあ、なくてもいいかなっていうのは相変わらずですはい、えー、皆様もぜひ iPhone1515Pro などを使ってる方は、えー、思うことがありましたら、えー、コメント欄のところに意見いただけると嬉しいですよろしくお願いします え普段からこんな形でガジェットの話あとはゲーム関係の話をよくやってる YouTube チャンネルですので趣味が合うという方は高評価チャンネル登録お願いいたしますではまた別の動画でバイバイまあでも今回の iPhone15 Pro なんですがバッテリーの印象が非常に悪いので、まあ、トータルとしてはあまりいい印象は持てないですよね完成度的なものでまあなのでこれだったら実際のところ iPhone の次のモデルですねを素直に待つ方が 急いいいいいでなな方は間違いないと思います特にですね iPhone15 Pro はうんちょっといろいろ違和付きになっちゃったところもあるんですけどうーん16がね来年出るんだったらそこでバッテリー改善は必ずやってくると思いますので、はいえー、そちらを選ぶのが一番納得いくかなっていう <laughs> 感じですねまあ今更ですけどね私の場合は。